絶対みんなが見ない青春映画。ほう。君は放課後、インソムニア。出たー、知ってるよ。アニメで最終回がありました。あいまいまの CM で、実写の CM がめちゃくちゃ流れてるから、俺ストーリー全部知ってます。不眠症の男との子の女の話ね。そうです。でもアニメすごい評判良かったですよ。もう単純に青春映画で、その不眠症寝れないから夜星を見に行こうみたいなまず高話校で、生の話なんですよね。で、森七菜がやってて、可愛かったなっていう。雰囲気もんですかね、ストーリーそうの。ね。まあ雰囲青気春は楽もしののなんて言うんだろうな。空気感を楽王しむ。道というか、感じかな。そう、それこそ、夜更かしの歌に近いんだけど、あんなに。青春もの好きな人はちょっとおすすめかも。何も考えずに見れるから。中身は別にないし。ないって言ったら怒られるまあ、ないよ。あれは、そうそう、ないっすけど。ね。雰囲気の。シンプルってこと。ないっていうのはまあ、シンプルってことです。ね。